元宮崎県知事、元衆院議員の東国原英夫氏、66区が31日までに自身のインスタグラムを更新。宮崎市内の居酒屋での出来事を明かした。宮崎市内の居酒屋、銀。偶然、日ハム吉田輝星選手、金脳旋風にばったり出会いした、と、プロ野球日本ハム吉田輝星投手と、水野立丸内野手との3ショットを投稿した。吉田について、東国原氏は、とても感じの良い好青年だった、と好印象を抱いた様子。頑張ってほしい、とエールを送った。この投稿には、どうして吉田選手が宮崎に、めちゃ素敵ですね、東国原さん、持ってますね、秋田の宝をお褒めいただきありがとうございます、隣の水野選手も同位年のハム戦士。吉田選手と同時甲子園にも出場しております。二人とも応援よろしくお願いします。男前だな、吉田氏。ありがとうございます。これ以上ない異行青年でしょう。これからも応援お願いします。と、様々なコメントが寄せられた。